コロナ禍っていう厳しい状況の中でも本当に今年いろいろある中で、それでもやっぱり変わらず、ヴェルディが良くなるためにっていう風に支えてくださったことは本当にもう感謝するしかないですし、本当にいつも支えられてるんだなっていう風に、サッカーで返していかなきゃいけないっていう思いがあるし、ボレーに伝わってるので、まあ、本当にありがたいなっていう気持ちと、まあ、もっとやらなきゃなっていう気持ちと、切り返しをかけてシュートに来た、入ったシュート、綺麗に決まりました。さまざまな困難の中でもヴェルディを応援すると決めていただいた会社様に対して、みんなで向き合って一社一社に何をすれば企業の役に立てるのかなとか、何をすれば喜んでくれるのかなとか、そういったことを考え抜いて向き合ってきた1年だったかな。やっぱすごい心配をかけてしまったんですけど、ちゃんとシーズンが始まって安心させられる試合を開幕戦で作るってことができた、喜んでくださった瞬間を見ることができたのが嬉しかった思い出ですね。もちろん金銭的、資金的にクラブを支えていただいているんですけれども、まあ、それを超えて一緒に応援いただいて、試合の会場自体を一緒に作っていただいて、本当に一緒に歩んでいるスポンサーではなくてパートナーとしてやっていただいている、まさにパートナーとして二人三脚で今シーズン戦っていただいたな。モーションだけ左足で広げる、中終わった、狭い早くチャンスだったか、佐藤亮が、佐藤亮が、山下佐藤雄平、自分が好きなサッカーを続けられているのかだったりとか、まあ、どういう人たちの支えがあって、プロとしてできているのかっていうのをやっぱり若い世代にも伝えていかなきゃいけないと。パートナー企業をなくしてこのヴェルディは成り立ってないですし、いい結果で応えることができればいいなというふうに。一つでもそういうふうに応援してくださるパートナーがいるっていうのは自分にとって原動力の一つなので、なんかこう一緒に世の中にこういいものを伝えていけるようなグループになっていくんじゃないかなっていう。